スノーマン安倍良平、佐久間大介、渡辺翔太に続き、旧ジャニーズ内に、個人事務所設立。ラッシュで起きたメグロレンへの意外な期待、株式会社ザリガニ。スノーマンの安倍良平、29がスマイルアップ、旧ジャニーズ事務所、と同じ東京、赤坂の住所に、個人事務所を設立していることが明らかになった。スノーマンは佐久間大介、 31、渡辺翔太、31、も個人事務所の設立が11月以降立て続けに確認されたばかりで、個人事務所の設立ラッシュが続いている。安倍さんの個人事務所の社名は、株式会社アストロレーブラボ、アストロラーベラボ。11月14日に設立され、代表取締役は安倍さん本人。資本金は五百万円。 発行済み株式の総数は100株。目的欄には、マネジメント業務全合に付帯する一切の事業という記載があり、完全に安倍さん個人の芸能プロダクションという役割の会社ですね。ちなみに、社名のアストロラーベは、天文学者や航海士が、太陽、構成、惑星の位置を測定するために使った天文機器からだというのが有力です。 ワイドショー関係者。スノーマンは佐久間が11月7日に個人事務所、晴れの音株式会社、渡辺が11月10日に個人事務所、株式会社 W をそれぞれ設立。代表取締役はそれぞれ本人が務めていて、資本金、発行済み株式の総数、目的欄の内容は、安倍のアストロラーベラボと同じ。 本店住所も、やはり旧ジャニーズ事務所と同じ場所に登録されている。相次ぐ個人事務所設立には、スノーマンの皆さんはそれぞれ個人事務所を設立するのということは、社長9人くってこと。いつか9人全員になるのかな。みんなどんな名前にするんだろうわら。といった声も多く寄せられている。